こんにちは。本日は屋久島の人を探しの旅に行ってきたいなと思います。では本日もやっていきましょう。どうぞ。はい、というところで到着しました。これすごいですよ。皆さん侮らないでくださいね。なんとですね、これ岩の壁からもう噴水のごとこうやって温泉が出てるんですよ。すごくないですかこれ。見てください。おお、やばいね。これ滴り落ちてるところが石質物で赤くなってますよね。バキバキの温泉です。やばくないですかこれ。見てください。これ屋久島にこんなのあんですね。びっくりしました。うわすごい、バキバキ金木衆です。すごいです。天然のシャワーとなります。皆さん侮らないで。ただなんか岩からただ水出てるだけやん。そう思ってる皆さん侮らないで。なんとこちら温泉です。無料です。皆さんどうでしょうか。わびさびとはこのことを言うんではないでしょうか。すごいね、渋み沢です。せっかくなんで手桶の方に入れていきたいと思います。見てください、すごい全自動です。こちらあの過去なんか SNS でもブログでも見たことないんですよね。はい、これの天然の硫黄泉バージョンは、まあ、とある方の2006年だっけな、そのブログで紹介されてるんですけど、この金木系のこの天然シャワーっていうのは初めて見ましたね。はい、だいぶ溜まってきました。こんな感じです。はい、どうでしょうか。無色透明ですね。水温ですけども約四捨五入して 26.02 です。ちゃんと25度以上なんで温泉となります。pH は四捨五入して約 7.302 です。では浴びていきたいなと思います。天然のサワーでございます。天然のサワーです。浴びます。おっ、ザッツクール、すごいですね。あの味はすっごい金属、半端ない、すごいです。どういうことでしょうかこれ。顔もなんかね、すごいです。自然のなんか恩恵をすごい肌で感じたんですね。肌で感じますけど、皆さん侮らないでください。こちら無料です。まさかの無料、あの無料、信じられません。本当にこれだから四方八方がこう飛んできますので、すごすぎます。すごい無料ですよ。すごい大自然の恩恵を感じます。今太陽が出てきました。すごいなんか祝福されてる感じです。ありがとうございます。すごすぎます。すごい無料ですよ。はい、ということで皆さん、この屋久島にはですね、こんな隠れた名湯もあります。いやーこれすごい感動しました。ということで本日もご視聴ありがとうございます。帰ります。